農家との接触に成功してから数時間後、同日、二人の帝王新候補が地球に舞い降りていた。なるほど、どこか見覚えがあると思えば。私が昔元専属品を捨てた星だな。リトはそんなひどいことしてたの。家族は大事にしないとダメじゃないか。価値観が違うんだ。専属品の質はそのまま主の質だ。質の低い専属品を従えさせていても主の株が下がるだけだろう。第一位の専属品はわかるのか。できないなら僕がやるけど。メアトルが選別したとしても信憑性なんてないだろう。私が厳しく査定してやろう。終わったら読んでくれ。僕はせっかくだからこの星を詮索しよう。エウレカ帝国の船には3人の専属品がいたな。そしてメディア、つまり追っても6人。メルメアの証言から少なくとも1人はこの星にいるのは分かっているからな。いた、知っている気配だったからすぐに理解した。行方不明とは聞いていたが、ソフィアもこの星にいたとはな。しかもこのオーラ、パトの専属品になったのか。つまりパトは現時点で帝王新候補2名、新王1名、最上級新2名、さすがだ、第一位に恥じない構成だ。近くに2つ、ほほう、黄金と白銀の究極融化、にしては力が弱いな。いや、もしかして世界でも貴重な最高種族の竜を1から伝え、パトやメディアが望む理想の究極竜に伝える算段かもしれんな。すでに帝王新候補2名保有しているからな、そういうことも考えつくのかもしれんな。さすが第一位だ。少し離れに。弱い、弱すぎる、ほぼ0に等しいではないか、こんな弱小なぜ。それにしても似ているな、昔私が捨てた専属品に。もう少し確認してみるか。不愉快だ。無断で私を見るな。この私の干渉を破壊しただと。バカな。私の強制力にあの程度のものが干渉できるわけがないはずだが。もう一度だ。私の間違いでなければこいつ、私以上の支配力を持つということになるぞ。なるほど。能力暴走による精神異常か。状況から見るに精神異常を仲間に見せないように耐えていたというところか。背伸びしたのだな。見るなと言っているんだ。聞こえないのか。なんだあの化け物は。力はともかく能力の質は確実に帝王新候補級じゃないか。私の干渉を打ち消すどころか、その干渉を使って私に攻撃してきた。可能なのか。意識を通じてここまで。弱者とバカにしたか。ソフィア以上の化け物を育てようとしていたのか。第一位は。それにしてもあんな人材をどこから。あの女とソフィアだけは結果だな。パトの件以上にお母様が興味を持つかもしれない。それでお母様の独断にパトが激怒した場合、考えたくはないが最悪の想定はしておくべきだろう。自身の手に負えない件に関しては特にな。パスだ。他に2人、もしくは1人、あるいはもういないか、調べるとしようか。この星は不思議だな。目に見えているのに存在しない建設物か。再現可能だけど必要性は感じないんだけどな。感心したな。目に見えているのに気配がない。だけど入ってみると別の光景と建設物が現れる。面白い技術だ。身を隠す術としては最高と言っていいだろうな。お気に召してくれたようで、私の庭にようこそ、部外者様。素晴らしい。僕が感心するほど緻密に練られた能力同士の網の螺旋による集大成。こうやって僕をいろんな場所に移しているのは君の仕業かな。七英雄以外誰も足を運ばない禁断の地で客人が現れた。好奇心でおもてなしをするのは当然。ようこそ客人、終焉のエデン投手、七英雄、終焉の魔女、カフィラテ、ルームネトにどんなご用で。さて、格上のお客人に失礼この上ないのですが、私の庭から出て行ってもらってもよろしくて。そうじゃけんにするな。不快なら出ていこう。だがせっかくの出会い、少しの言葉を交わすくらいは許してほしいものだね。カフィラテ、君はどう生きてこのような能力を生み出すことができたのか。カフィラテ、終焉とは何だい。何を終わらせるつもりだい。僕は気になる。カフィラテ、僕に聞かせてくれ。今の心情を不快から生まれる感情からどのような選択を生み出し僕に示す。真言、あとは私への精神干渉。確認できるだけでも億を超える能力を私にぶつけてますね。強制終了。そうかそうか、君の本質はそこか。面白い。誰からも干渉されない、させない特性か。そして僕が真言と共にアクセスした回数もしっかり把握。内容までは理解できなくてもその数を理解しているあたり、支配するには不向きすぎる。今日が覚めた。要件が終えればこの星からもすぐに立ち去ろう。今日出会った僕とカフィラテの仲だ。それくらいは見逃してもらえないだろうか。いいでしょう。この星の均衡に触れなければ咎めません。聞いたか聞かねえよ。ぜひ観光を楽しんでくださいな。私は終焉に向かう世界を見届けましょう。おや、嫌われてしまったようだ。それにしてもここは先ほどの場所とはまた違うな。メアトル、応答しろ。いつまで無視をするつもりだ。
トアカ、どうした？もう選別は終えたかい？それとも僕に何か用があったか？ふざけるな、12時間も音信不通だったんだぞ。どこで遊んでいたのだ？選別はすでに終えている。僕があの場にいたのはせいぜい数分程度だったつもりだったが、まさか同じ星内でここまで時の流れが違う空間があるのか。それで、誰を迎えに行けばいい？ここからは僕の役目だからな。リトアはもう帰るのか？そうだな、個人的に興味のある存在を見つけたからな。終わるまでは本件とは無関係の都合で動く。了解、好きに観光でもしててよ。それで情報をもらえるかな。専属品、聞き結果だ。この星に滞在する専属品の中で一番パトと親密度が高いのは引き結果。この女をメルトリア国に連れて行けばパトもメルトリア国に足を運ぶだろう。潜在能力も私が見る限り全属品内での上位クラス。おそらくパトとメリアが育てている育成組の最重要人物だろうな。あのリトアにそこまでの評価をさせるか。専属品なのにやるな。僕も興味が出てきた。そうか、ならもっと興味を持つことを教えてやろう。この星にいるパトの専属新鮮人、突然死に個体が不自然な完全進化を遂げているのだ。お母様の言っていた規格外の潜在能力、その影響が専属新鮮人にも影響しているということか。ますます第一位には興味が湧くね。一体どんな力を手に入れたのか。一人の潜属人は意識干渉しただけでこの私に傷をつけた。しかもオーラが銃も存在しない奴がだぞ。信じられるか。規格外の専属神も規格外というわけか。それはリトアも興味が湧くわけだ。僕だってお母様の件がなければ第一位と会話をしたいほどだ。きっといい友になれるだろう。では行ってくる。僕が仕事をしている間、ぜひ面白いネタを見つけておいてくれ。この星は本当興味が尽きないんだ。結果的に言えば引き結果だったが、私が興味あるのは聞くよりことか。私の元専属神の娘、面白い副産物だ。ネアトルが仕事している間、私はせいぜい楽しませてもらおう。フィロンちゃん、本当に急だね。本当に次行くの？うん、次の目的がはっきりしたからね。次は中国に行ってくるよ。中国、どうしてまた？第四部隊の拠点があるからね。つまりお兄の家に向かうんだよ。もし生きてたら自分の貴重品は回収してると思ってね。生きてるのに私を無視するなんてさせないよ。ブイ。目的が明確になってよかったね。お互いイギリスでの目的は達成できたわけだし、次でもいい成果を出せるように応援してる。フィロンちゃんは本当運が悪かったと思うけど。そういえば言い忘れたんだけど、シェーン副隊長ついさっきボコボコにして第三部隊に投げておいたからうまく言い訳しといて。なんでこの短期間でそんな面倒なことを押し付けるのよ。勘弁してよ。そうだ、あと私たち猿の家で貴重品回収したら七神社に上がり込むつもりだからレイカ姉さんに言っておいて。電話番号忘れちゃった。テヘペロ。いや、30代のテヘペロとかきつい。はいはい、怒られて気まずいから代わりに連絡してってことでしょ。わかったよ。もうまた中国でフィロンちゃんと接触するかもだけど、密かな仕返しということで黙ってやるもんね。それじゃあまたどこかでね。さて、あと数日しか続かないし、まだ死んだって確証がないならお兄の嘘を私の真実で染めてやるんだから。ブイ。さて、シェインさんのことは、まあどうせ続きしたら向こうから接触してくるだろうし、スルーでいいか。私も明日帰国だし、帰る準備しよっと。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。